サニーランドレスは、アメリカ合衆国ルイジアナ州を拠点に活動する、ギタリスト、シンガー。アメリカ南部のルーツ音楽、特に、ブルースや地元ルイジアナ州のケージャン、ザディコなどを基調としたサウンドを特徴としている。スライドギターで知られており、独自のビファインド・ザ・スライド奏法を編み出すなど、革新的で卓越した技術は、エリック・クラプトンをはじめとするプロのミュージシャンからも、 幅広く尊敬を集めている。セッションプレイヤーとしての活動も顕著で、ジョン・ハイアット、マーク・ノップラー、ボビー・チャールズ、クラレンス・ゲートマウス・ブラウンなど、数多くのアーティストの作品で客演をしている。ミシシッピ州キャントンに生まれ、幼少期にルイジアナ州ラ・ァイエットに移住する。最初に手にした楽器は、10歳の時に始めたトランペット。 エルビス・プレスリーのギタリストのスコッティ・ムーアのプレイに感銘を受け、13歳でギターを始める。ジェット・アトキンス、ロバート・ジョンソン、エルモア・ジェームス、デュアン、オールマン、ライクーダーといったギタリストたちに影響を受けながら腕を磨いていった。ソロデビュー以前の1970年代、ザディコの大御所として知られるクリフトン・シェニエのバンドに参加。1981年には、 ブルース・アンリミテッド・レーベルから初のソロアルバムブルーズ・アタックをリリースした。これは全曲ブルースで構成された内容となっている。1985年にはルイジアナ音楽を全面に押し出した2作目、ウェイダウン・イン・ルイジアナをリリースした。この作品にはネビル・ブラザーズやジョン・メイ・オールらも取り上げたサニーの代表曲今後、スクエアも収録された。 1980年代の半ばに、サニーは、ジョン・ハイアットの目に留まり、彼のバンド、ゴナーズのギタリストとして、ツアーに参加。1988年には、ハイアットと共に初来日を果たした。同年リリースとなった彼のアルバムスローチューニングにも、なお連ねている。1990年代に、BMG 系のズーエンタテインメントと契約した、サニーは、同レーベルから、 アウトワードバウンド、サウスオブ、I ・アイマイナス10と2枚のアルバムをリリース。特に後者は、アラン・トゥーさん、マーク・ノップ・ラートーンが参加、サニーらしいスライドが堪能できるインストネイティブ、ステプスン、コンゴ・スクエアの再演が含まれるなど、サニーの代表作の一つとなっている。2003年には、通算6作目となる、ザ・ロード・ウィア・オンをリリース。同年、ジャパン・ブルース ソウルカーニバル出演のために来日した。ソロとしては、これが初来日となった。2004年、ダラスで開催されたエリック・クラプトンのクロスロードギター、フェスティバルに出演。2007年に、シカゴで開催された第2回フェスティバルにも出演し、クラプトンとの共演も果たしている。2008年、5年ぶりのスタジオアルバム、フロム・ザ・リージをリリース。エリック・クラプトン、ロベン、フォード、 ドクター・ジョンラ豪華ゲストが参加した内容となっている。ありがとうございます。